どうも、ゆきです。今日は菊花賞の予想を発表していきたいと思います。イエーイ。 G1 豪華メンツが揃いました。かなり難しいレースとなっていますが、しっかり予想しましたんで、ぜひ参考にしてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から公式 LINE 追加すると競馬のガイドブックがもらえますので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画はあくまで前予想なので、当日パドックの状態を見て買い目など変わる可能性があるので、そちらだけご了承ください。それでは早速予想やっていきたいと思います。この動画は5つのトピックに分けて解説をしていきたいと思います。まず予想する上での注目レースですね。これまでのレースの中でどのレースに注目したのかっていうお話と、注目の人気薄馬、人気薄の馬を発表します。で、あとコースの解説、それから各馬のポジション争いについての見解で、本命と買い目発表という感じで5段階に分けて解説をしていきますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。ちょっと余談なんですけど、菊花賞といえばですね、4年前に現地観戦してたんです。その時はワールドプレミア3番人気だったんですけど、本命にしまして快勝。めちゃくちゃもう観戦中ヒートアップしたの覚えてる。ワールドプレミアはですね、馬主席からパドックを見たこともあって、だからほんとこんな距離で見たんですけど、マジでお尻の迫力がやばくて、歴代で見てきた馬の生お尻トップ3には入るぐらいの迫力の馬でした、はい。まあ、菊花賞といえば私はワールドプレミアがすごい思い出深いなという感じなんですけども、みんな菊花賞の思い出ありますか？あったらコメントで教えてください。菊花賞予想の際に注目したレース、じゃん、神戸新聞杯です。今回神戸新聞杯の馬が全部で8頭出走しています。で、これはトライアルレースの一つなんですけど、もう一個のトライアルレース、セントライト記念組は2頭しか出走していません今回で。この神戸新聞杯組が8頭もいて結構多いので、このメンバーからこう何をどう選んで買っていくのかっていうので、かなり買い目とかオッズに影響が出るかなと思って、ここを注目しています。で、注目の人気薄なんですけど、8番サボーナー、13番ナイトインロンドン、この2頭に注目をしています。中でもナイトインロンドン、これはもう競馬好きの方かなり注目してる人も多いと思うんですけど、実力はねちょっと劣るかもしれないんですが、血統的にはこの 3000m の舞台で開花してもいいんじゃないかなと思う一頭です。前走の神戸新聞杯はまあ大負けしてるんですけども、母父がメジロマックイーンということで、淀の長丁場なら血が騒ぐかもしれませんということで注目です。で、コースなんですが、スタート地点が向こう上面の真ん中ら辺からスタートです。上り坂の途中からスタートします。で、全部で 3000m なので、6回コーナーがあります。なので内目でポジションを取らないと、外回らされたらスタミナ的に結構きつくなるんじゃないかなと思います。で、3コーナーから4コーナーにかけて登って下ってってこう坂になってるので、どのタイミングで仕掛けるかっていうのが結構キーポイントになってきます。仕掛けがこう早すぎて速度乗りすぎてしまうと、コーナリング、この直線入る時に外に膨らんじゃってロスになるっていう可能性もあるし、逆に仕掛け遅すぎたら直線が結構短いので、不完全燃焼になってしまうっていう可能性があります。なのでジョッキーと馬の相性も大事、ジョッキーがどれぐらい手腕ですね、もうジョッキーの手腕もかなり重要かなというレースになってきます。というわけで、そういうことも踏まえた上でですね、各馬のポジション争いがどうなっていくのかなっていうところ、ポジション争いの予想です。じゃん、先行争いで1番トップナイフ、3番シーズンリッチ、6番リビアングラス、8番サボーナ、この4頭あたりが行くんじゃないかなと思ってます。で、2番手集団に4番のダノントルネード、5番パクスオートマニカ、7番タスティエーラ、9番ノッキングポイント、13番ナイトインロンドンっていう感じで、まあ、追走していくのかな。そして他の馬は、まあ、馬なりで周り見ながらいい感じに乗るんじゃないかなというようなスタート直後のポジション争いの予想をしています。で、それも踏まえて買い目本命発表していきたいと思います。本命は11番サトノグランツ、もちろんこの子です。神戸新聞杯でも本命にしてました。本当にいい成長ぶりだったと思います。春ぶりのねレースだったんですけど、前走はその休み明けを買ってダメージ結構心配してたんですけど、調教馬なりで結構いい動きができてるようなので、ダメージに関しては心配がないかなと思ってます。で、この子はですね、おじいちゃんがディープインパクトで、お父さんが里のダイヤモンドということで、菊花賞は親子3大制覇がかかっている
子なんですよね。この子もう迷いなく今回も本命にさせていただきました。で、飼い目なんですけど、ウマレンとワイドで合計11点の飼い目になっています。ウマレンは本命のサドノグランツから相手場にリビアングラス、ダスティエラ、ハーツコンチェルト、ソウルオリエンス、ドゥレッツァ、はい、この5頭に生まれん流しと、ワイドボックスでサボーナ、サトノグランツ、ナイトインロンドン、ソウルオリエンス、以上6点ということで合計11点の買い目になってます。というわけで菊花賞の予想はこんな感じになりました。参考になったよって方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。 YouTube のメンバーシップでは重賞以外の前予想も発表しているので、気になる方はぜひ覗いてみてください。インスタと Twitter もフォロー待ってます。それではまた来週、今週もみんな楽しんでね。バイバーイ。